こんにちは。今回のビデオは、フロントガラス交換出張サービスと題して、オンサイトによるフロントガラス交換の作業を紹介します。このサービスは10年以上前から行われていて、最近ではオンサイトでやってもらう人がほとんどです。これだと車の持ち込みや引き取りという手間から一切解放されます。しかしこの冷夏に近い寒空の下で、それも薄着で一人でやったのにはびっくりしました。ご存知の方も多いと思いますが、車のフロントガラスというのは和製英語で、英語ではウィンドシェルドと呼ばれます。これは飛行機の風防ウィンドシールドが語源となっています。このフロントガラス交換サービスは、まず保険会社に連絡します。そうすると向こうでローカルの修理店に連絡し、スケジュールをセットアップします。しかし当日は午後12時から5時までの時間フレームで予約しましたが、結局来てくれたのは午後4時でした。さあ、それから一人で始めたので、日没前に完了するのか心配でした。いや、やっぱり新しいフロントガラスはいいですね。この車は中古で買ったので、買った当時からなんかこう細かな傷がついてて、視界がいまいち良好でなかったんですけども、新しくなって本当に視界がクリアになりました。